新潟市動物愛護センターの石川です。私から獣医師の業務説明をさせていただきます。よろしくお願いします。私は2017年に市役所に入庁し、最初は保健所の食の安全推進課に配属になり3年間所属しておりました。2020年度に動物愛護センターに移動となり、現在もこちらで働いております。私が公務員を志望した理由は、獣医師の仕事の中でも動物を飼っている人だけでなく多くの人の生活に関わることができる仕事だからです。獣医師としての知識を生かし、地元の人の生活に貢献したいと考え、新潟市職員を志望しました。新潟市の獣医師の主な配属先は、食肉衛生検査所、保健所食の安全推進課、動物愛護センターの3カ所です。2020年度時点で31名の獣医師が新潟市職員として働いています。男性16名、女性15名と男女比は半々になっています。獣医師の人数が最も多いのは食肉衛生検査所で、15名が配属されています。次いで食の安全推進課で12名、動物愛護センターで4名の獣医師が配属されています。それでは主な獣医師の配属先の業務内容について簡単にお話しいたします。まず食肉衛生検査所についてです。こちらでは土地区情報に基づき牛や豚の土地区検査を行っています。この検査に合格したお肉のみが市場に流通します。土地区検査では1頭ごとに内臓や枝肉の目視検査のほか、必要に応じて細菌検査や病理検査、理化学検査を実施します。また動物用医薬品などが食肉中に残留していないか確認するため、定期的なモニタリング検査や精密検査を行っています。その他市内の食鳥処理場の監視指導や食肉センターでの衛生管理の監視指導を行っています。昨年度の検査頭数は牛が約700頭、豚が約19万頭となっており、豚の検査がメインとなっています。豚の土地区検査の流れを簡単にご紹介いたします。赤い丸で示されたところで獣医師による検査が行われます。屠殺の前に生きた状態の豚を目視で確認し、伝染病や他の怪我や病気などの異常がないか確認します。屠殺の後は1頭ごとに内臓と枝肉の検査を行います。異常のある部位は廃棄し、全身的な異常があった場合は精密検査を実施します。私自身、食肉衛生検査所での勤務経験がないので、表面的な説明になってしまいましたが、新潟市のホームページにより詳しい業務説明がありますので、興味のある方はそちらをご覧いただければと思います。続いて、保健所食の安全推進課についてです。こちらでは食品衛生に関する業務を行います。新しい飲食店や食品工場などができるとき、お店を開く前の相談から営業許可の手続き、現地検査などを行います。お店の監視を実施し、衛生的に食品を提供しているかチェックするのも仕事です。また食中毒や食品への異物混入などの食品事故、食品に関する苦情対応や調査など突発的な対応もあります。その他、営業者から食品の表示についての相談を受けたり、卸売市場の衛生指導などの業務を行っています。3年間こちらに在籍しておりましたが、食品の仕事で大変だったことは、営業相談や許可申請などお金が関わる仕事が多いので、誤ったことを伝えてしまうとトラブルになってしまうこともあり、注意が必要でした。また食品表示の相談はかなり細かいことを聞かれることも多々あったので、勉強しながら業務を行っていました。参考に食の安全推進課でどんな仕事をしていたかご紹介したいと思います。1年目は教育担当の先輩職員がついてくださっていましたので、教わりながら施設検査や監視、窓口業務などのルーチンワークを覚えました。特に入庁したての頃は右も左もわからない状況でしたが、すぐに先輩職員に相談できる環境でとても心強かったです。2年目になると徐々に仕事にも慣れてきますので、日々のルーチンワークをこなしつつ、自分でテーマを決めて調査研究を行ったことが一番大きな仕事でした。
3年目は食品表示法や食品衛生法の改正に伴う講習会を企画したり、一斉取締りの監視計画の作成、統計処理などを担当させてもらいました。続いて動物愛護センターについてです。私が現在所属している職場です。動物愛護センターでは主に狂犬病予防法に基づく業務と動物愛護法に基づく業務を行います。その他獣医師法や獣医療法に関連した業務を一部行っております。後ほど業務内容について詳しくご紹介したいと思います。動物愛護センターでの一日の流れを紹介します。まず仕事の始めに職員全員で朝のミーティングを行います。また毎朝センターに収容されている動物の見回りをし、健康管理を行っています。それ以降の時間は事務作業や動物取扱業の監視、苦情対応といった業務を行っています。スライドにはこのように書きましたが、日によって1日の流れはかなり変わってきます。放浪犬が出たり、動物の引き取りがあったり、突発的な仕事が発生することもあります。それでは動物愛護センターでの業務内容について少し詳しく紹介したいと思います。愛護センターには多くの犬や猫が収容されていますが、毎日獣医師が見回りをして健康管理を行っています。必要であれば投薬や点眼などの処置を行います。特に子猫は風邪をひいたり下痢をしたり体調を崩しやすいので注意しています。愛護センターには飼い主が飼いきれなくなったり、野良猫が子供を産んでしまったなど様々な理由で犬や猫が持ち込まれます。持ち込まれた犬猫は獣医師が感染症にかかってないか、攻撃性がないかを確認し、センターに収容できるかを判断します。引き取り動物の半数以上は写真のような子猫になります。収容された動物はセンターで飼育しながら新しい飼い主さんを待ちます。愛護センターでは1匹でも多くの動物に新しい飼い主さんが見つかるよう様々な取り組みを行っております。中でも子猫の預かりボランティア事業は殺処分頭数の削減に大きな効果をもたらしています。センターに持ち込まれる子猫の中にはまだ授乳が必要で自力で生きていけない子たちもいます。そういった子猫をボランティアの方に預かってもらい、離乳して自分でご飯が食べられるくらいの大きさまで育ててもらっています。この預かりボランティア事業を始めるまでは授乳が必要な子猫はセンターに収容できず殺処分となってしまう場合が多かったのですが、ボランティアさんのおかげでそういった子猫も大きくして譲渡に向けることが可能になりました。また指定管理の動物ふれあいセンターと協力し、譲渡対象の犬猫をふれあいセンターで展示しながら飼育し、より多くの人に見てもらうことで譲渡の促進につなげています。動物取扱業の監視・指導も動物愛護センターの主な業務の一つになります。動物取扱業とはペットショップやブリーダー、ペットホテルなど動物の取扱いを業として営む施設のことです。新潟市内には200を超える施設が動物取扱業の登録をしており、それらの施設を定期的に監視したり講習会を開いて法改正などについての周知啓発を行っています。その他、犬の登録手続きや捕獲、収容、緑流、犬の噛みつき事故の調査指導といった狂犬病予防業務を行っています。飼い主から離れて迷子になっている犬は保護してセンターに収容し、飼い主さんに返還したり、犬の噛みつき事故が発生した際、事故の調査を行い、飼い主に対して再発防止のための指導を行います。簡単ではございましたが、以上が愛護センターでの主な業務内容になります。最後になりましたが、愛護センターの仕事でやりがいを感じること、大変だったこと、市役所に入ってよかったことをご紹介して終わりたいと思います。まずやりがいですが、何よりセンターから譲渡した犬や猫が新しい飼い主さんの下で幸せに暮らしている様子がわかるととても嬉しいです。時々新しい飼い主さんが自宅での様子を写真に収めて送ってくれることがあり、その写真を見るのがとても楽しみです。また猫の不妊去勢手術を自分たちで行うので、回数はそれほど多くないですが、手術の経験を積むことができました。私は臨床の経験が全くないので、
手術もきちんとできるか不安でしたが、先輩職員に教えてもらいながら、なんとかこなすことができました。大変なことは市民対応が多く、説明力やコミュニケーション能力が求められる場面が多いことです。説明の仕方一つで相手への伝わり方が違うこともありますので、丁寧で正確な説明を心がけるようにしています。また、動物愛護法、狂犬病予防法など管轄する法令が複数あり、愛護法については最近法改正もありましたので、常に勉強しながら業務を行い、知識をつけることが重要になってきます。市役所に入ってよかったことは、まず獣医師だけでなく、いろいろな職種の職員と一緒に仕事をすることができたところです。特に食の安全推進課では、獣医師以外にも薬剤師や栄養士、化学職の職員がたくさん働いていたので、いろいろな人と関わりながら仕事をすることができました。また、入庁1年目は教育係の先輩がいたので、心強かったです。それから、さまざまな分野の仕事を経験できるのも市役所ならではだと思います。異動があると仕事を覚えるのも大変ですが、その分自分の知識が増えたり、いろいろな経験ができると思います。また部署にもよるかもしれませんが、休みが取りやすいので、旅行に行ったり、趣味をしたり、プライベートを充実させることもできると思います。それから、私個人の話になりますが、入庁前は人前で話すのが苦手だったんですが、講習会などで市民の方相手に話す仕事が多いので、以前よりもそういったことに苦手意識がなくなったことも良かったなと思います。特に入庁したてや移動したての頃は不安も多かったですが、食の安全推進課も動物愛護センターも分からないことを相談しやすい雰囲気で、仕事がしやすい環境でしたので、市役所を選んで良かったなと思っています。簡単ではございますが、以上で獣医師の業務説明を終わりたいと思います。ありがとうございました。